カロリーネ・フォン・エスター・ライヒト・トスカーナは、イタリアのトスカーナ大公国の旧統治者、ハプスブルク・トスカーナ家の大公女。全名は、カロリーネ・マリア・インマクラータ・ヨーゼファ・フェルディナンダ・テレゼ、レオポルディーネ・アントイネッテ・フランチス・カイザベラル・ルイーゼ、ヤヌアリア、クリスティーネ・ベネディクタ・ラウレンツィア・ユスティニアナ、カール・ザルバトール・大公とその妻で両シチリアを、フェルディナンド2世の娘であるマリーア・インマクラータの、 間の次女として生まれた。1893年から1894年まで、プラハの聖テレジア会女子修道院の修道院長を務めた。1894年5月30日、ザクセンコーブルク号竹の講師で、ハンガリーの大領主、コハーリ公釈家の後取りであるアウグスト・レオポルトと結婚した。1945年、ブダペストで死去した。カロリーネと、 家族夫のアウグストレオポルトとの間に8人の子女を設けた。ありがとうございます。